こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。現在、台湾は世界情勢のど真ん中にいると考えられる。それは香港の国家安全法が成立、第二のウイグルとなるのかを台湾、蔡英文総統は、独立への舵を大きく切ることになるだろう。各国、台湾を支援するのは当然だが、米国は数年前から力を入れて、バックアップしている。また、日本も同じで軍事視察などの受け入れをしていた。台湾肝入りの潜水艦建造計画もどんな性能なのか期待する部分が多い。原子力潜水艦を建造している米国がどんな通常動力型潜水艦に仕上げてくるのか楽しみな部分が多い。また台湾は自主開発に成功した。新型練習機の記念式典が開かれた。では、その新型練習機、イサム・タカについて、話していこう。2020年6月22日以外と言っては失礼かもしれないが、台湾が自国で企画設計し製造したジェット機 AT-5 ブレイブイーグルが蔡英文総統ら首脳陣の視察下で公開飛行を披露した。この AT-5 ブレイブイーグルは台湾の航空機製造企業環小航空工業が日本円にして約4800億円の費用を投じて製造したものだが、実に自国製としてはおよそ31年ぶりとなるジェット機となった。ジェット機とはいえ AT-5 ブレイブイーグルは訓練用の機体で正式には高等練習機と呼ばれており、この日飛行した機体は中国語で、イサムタカという惜しい名称が冠されていた。このイサムタカ AT-5 ブレイブイーグルは、2019年9月には試作機が完成していたが、この度の飛行を経て、以後2026年までに総数66機を、調達し、空軍力の強化を図ると考えられている。ちょうど昨年来、軍備を増強し続け、台湾の武力併合スナの視野に入れ始めたかのような中国に対して、ようやく念願の F-16V 戦闘機のアメリカからの調達が決まった台湾にとって、その訓練の礎と、なるだろう。それまで台湾は膨張する中国軍の脅威を受けながらも最新式やそれに準じる直接的な武器供与を避けてきたアメリカの外交の前になかなか兵器の近代化が実現できない状況に置かれていたという。その最たるものが台湾が絶望しながらもアメリカはついにその希望を叶えることができず、やむなく自国建造の道を取らざるを得なかった。通常動力型攻撃潜水艦の行き先も記憶に新しいだろう。そうした状況が変化したのがつい昨年の2019年であり、アメリカと中国も貿易戦争に端を発した覇権争いの激化がようやくアメリカをして
台湾への武器供与のハードルを下げるに至ったものだ。2019年だけでアメリカが台湾に売却することを承認した兵器の総額はおよそ1兆1000億円にも上り、それまでの放置ぶりが何だったのかと思えるほど急激にその方向性を急転換したものとして注目を集めた。ここで売却が決定された兵器はいわゆる 4.5 世代と呼ばれる F-16V 戦闘機が66機、中古の M1A にエイブラムス戦車が108両、その他対戦車ミサイル FIM-92 スティンガー対空ミサイルなど数百発に及ぶ。これに加えて2020年には無人航空機 MQ-9 リーパーを4機や大型の誘導魚雷 MK48 を18発、ハープーン対艦ミサイル搭載型の移動式攻撃システムなど次々と新たな兵器売却の承認がなされている。個人的に気になるのは M1A にエイブラムス戦車や歩兵対戦車ミサイルなど決して大きな島国ではない台湾が陸上兵器を購入している点で、仮に中国軍の上陸を許せばそこで終わりではないかと心配に感じる。台湾としては主力戦車がなんと未だにアメリカ製の M60 パットンだと言うから代替を進める必要性はあるのだろうが、はためから見れば上陸されないように防衛する兵器が必須ではないかとも思える。さらに言えば台湾の置かれた切迫した状況には強く同情の念を抱くものの、 M1A にエイブラムス戦車ほどの大重量の戦車が果たして台湾の国土で有効なのかとも の疑念も頭をよぎる。この点はアメリカが自国の戦車の代替と絡めて台湾を都合のいいように不要になった M1A にエイブラムス戦車の処分先として利用しようとしているのではないかとうがった見方を拭いされない。ただこうしたアメリカのエゴイズムは日本などと比較にならないほど台湾は実感しており、それでもなおかつ自国の生き残りをかけてあえてその戦略に乗っかるという選択をしているのかもしれない。アメリカが台湾を善意で守ろうとするはずなどなく、所詮対中国との関係悪化で今は台湾に全面的に肩入れしているだけで、今後の局面遺憾によってそうした関係が続かないことも見越している可能性もある。日本でも中国の軍備拡張に警鐘を鳴らす言説は多々見受けられるが、今回の新型コロナウイルスの流行でもくしくも露呈してしまったように、中国への各分野での依存が激しく、もはやそれ抜きにして社会が成立し得ないほどだ。これはヨーロッパで経済的には独り勝ちと言われるドイツも同様で、中国経済に引きずられる形で今後自国経済の悪化が進めば、これまでのような優位性を喪失する可能性が極めて高いと思える。イタリアが深刻なコロナウイルスの蔓延にさらされたように、すでに中国抜きでは立ち行かない国々は、
手痛い打撃を被り始めており、一層の中国支配が進む悪循環が起こり始めているようにも見える。台湾も、自の政権のあり方で、中国との取引を拡大する方向に進んだ時期も、あったものの、新型コロナウイルスや香港デモに対する中国の対応を見て、その脅威を新たにしているように感じられる。